うん、甘い。あ、でもちょっと下痛んで。あ、もう痛み始めてる。痛んでる、うん、ここ。なんかもう本当農家のスペシャリストみたいな風貌ですね。これが、うん、農家スマイルを。大地の恵みが詰まった柿はどうですか？おいしい。朝フルーツ最高だね。その耳にこうつけてるの何なの？その片耳の。ちょっとついてたね。の作業を今してたんだよね。うん。何してたの？オフグリッドの話聞きながら草刈りしてた。草刈り。おお。あれ、それ手に持ってんの？これ？さっき畑の畝の上にあったこぼれ種でできた里芋。おー。他の野菜植えたいのに里芋があるとなと思って取ったら結構大きいのができてた。うわー、うまそうだね。ね、そうな。いやー、たっぷり利子がついて今年も里芋は豊作になりそうだね。食べてるのは柿だけど酸っぱくなってきた。お、俺も食べてみよう。傷んでるところ。いやー、今年良くなってます柿。なんか東京いるときは秋に柿ってイメージですけど、屋久島の場合は夏ですね、柿が、うん、熟すのは。おー、ではでは、晴れたアペルイの農園の朝からお届けでした。あ、これ良さそう。